阪神タイガースの今年のドラフトの指名が大絶賛されています。なぜ専門家そしてファンの両方が阪神の指名についてとても高く評価しているのか、ドラフト戦略が評価されている理由について掘り下げて見ていきたいと思います。今回のドラフトでは1巡目指名選手の一本釣りができたことと先発投手の補強ができた点が大きかったですね。阪神はドラフト会議が始まるまでは1位指名の情報っていうのを完全に隠しました。そして結果的に下村投手を単独1位で指名することに成功して、そこから1位で指名できたからこそ計画通りに以降の指名を進めることができたという流れになりました。スカウトの方々は常広と全く遜色ないというぐらいこの下村投手っていうのを評価しておりまして、そういった投手を単独で指名できたということで、結果的に大成功の1巡目指名ということになりました。そしてドラフト5位6位で即戦力型の先発ピッチャーについても指名しているわけですね。なので下村投手と合わせて3名即戦力型の先発投手を補強することができたわけですね。昨年は素材型の高校生ピッチャー門別投手と、そして茨城投手2人を指名して、門別投手なんかは特にもう2軍で抜群の成績残して、1軍でもある程度通用するというところまで見せてくれまして、昨年は高校生、そして今年は即戦力ということで、このバランスっていうのも素晴らしいですね。ドラフト5位の石黒投手は最速152キロの右腕で、四死球率であったり防御率どちらも優秀な数値が残っています。ドラフト6位の津田投手も、タイプ的には152キロの右腕で、同じく防御率四死球率が優秀ということですね。かなり計算ができるタイプのピッチャーをドラフト5位6位で連続で指名しているんですね。下村投手も含めて3投手ともに制球で苦しむタイプではない即戦力型のピッチャーということで、1年目からしっかり活躍してくれるんじゃないかと、そんな予感があるようなピッチャーが指名できました。そしてリリーフピッチャーの補強にも成功しているということで、こちらも見ていきたいと思います。今年のドラフトでは阪神タイガースとしては昨年指名がなかったリリーフピッチャーの補強、ここも必要だったということがもともと話されていて、そこを重要に今回のドラフト指名に挑んでいます。そしてドラフト2位でリリーフタイプのシーバ投手を指名しているという状況ですね。阪神タイガースのスカウト陣であったり岡田監督もこのシーバ投手を高く評価していたというような情報が出ています。このシーバ投手は最速159キロのストレートと、ここは何よりも魅力で、そして年齢としてもまだ21歳とかなり若いピッチャーなんですね。全国的な知名度と比較した時にドラフト2位っていう順位は、確かにちょっと早いかなっていうような印象はありますけれども、11球団から調査書が届いているという話もありまして、他の球団もこのシーバ投手に注目していたという話もありますから、とにかく他球団に取られたくないということですね。絶対に取りたいということで2位で指名しに行ったということですね。1年間でこのシーバ投手は球速を11キロも上げているということですね。伸びしろも抜群、まだ21歳ということで、本当に今後が楽しみなピッチャーです。6点中盤の四死球率、ここだけがちょっと心配要素ではありまして、どれだけ制球力っていうのをプロに入ってから改善できるかと、ここが重要になってきます。これまで直近で上位指名した制球内のピッチャーというと、鈴木投手であったり、あとは佐藤蓮投手であったり、このあたりのピッチャーが未だにちょっと2軍で苦しんでいるというような状況がありまして、こうしたところはちょっと不安要素ではあります。ただそれでも最速159キロ投げられる21歳というのは間違いなく魅力的なピッチャーです。阪神としてもこのシーバ投手は即戦力で1年目からガンガンというよりは素材型という意味でも取っているというような話もありますし、将来的には160キロとかっていうのも全然考えられるようなピッチャーですから、変化球とかピッチャーとしてのスキル、制球力、こういったところを時間をかけてもいいので磨いていって、数年後にリリーフピッチャーとして1軍で投げられる、そういったところを期待したいと思います。では続いて高校生ショート2人指名したんですけれども、こちらも将来有望ということで見ていきましょう。今年のドラフトでは3巡目で仙台育英の山田選手、4巡目で東海大熊本の桃崎選手、高校生ショート2人を連続で指名しています。山田選手はどちらかというと守備型のショート、そして桃崎選手はどちらかというと打撃型のショートというようなイメージで、指名選手のこの2人のバランスっていうのも取れているのかなという印象ですね。中野選手とか木浪選手、現在の二遊間のレギュラーは決まっていて、いきなりレギュラーを取るとか、他の選手が変わってくるっていうのは、結構難易度高いんですけれども、一方で年齢的にもやっぱり離れた若い二遊間のショート、セカンドの選手っていうのを成長させていくというのは、阪神タイガースの現状としてすごく重要になってきます。小畑選手はショートの候補の一人ではあるんですけれども、高寺選手とか戸井選手っていうのはまだまだ成長が必要で、
これからどれくらい活躍してくれるのか、一軍レベルでやれるのかっていうのはまだまだ不明なところがあります。高校生の有望な選手を早いうちから獲得して、今後に向けて育成していくということは、二遊間の現状、中野選手、木浪選手のレギュラーが固まっているからこそ、即戦力の選手を指名せずに二遊間の若い有望な選手を獲得できるというようなこともありまして、こうした状況ともマッチした素晴らしい戦略になっていると思います。桃崎選手に関しては打撃を生かして、将来的にはサードという選択肢もなくはないと思いますから、可能性幅はかなり広いと思います。即戦力のピッチャー、素材型の野手ということですね。昨年は素材型のピッチャーと即戦力型の野手というような指名が多かったわけなんですけれども、あえてバランスをずらして、かなり全体的にもチームのバランスが取れるようなドラフト戦略となっているのかなと思いますね。山田選手に関しては仮にバッティングが一軍レベルだと、ちょっと厳しいかなというような状態になったとしても、例えば熊谷選手みたいなバックアップ選手としては活躍してくれる可能性っていうのはかなり高いと思いますから、そういった意味でも指名は良かったんじゃないかなと思います。では続いて育成指名した有望選手2名、こちらも大成功なんじゃないかということで見ていきましょう。昨年は育成で野口選手を指名して、2軍では4番を任されるくらいまで首脳陣に評価されて、 OPS も 0.8 近い数値、ホームランもたくさん出たということですね。1年目から素晴らしい活躍を見せてくれました。昨年1人のみ育成指名ということだったんですけれども、現状としては成功していて、これまでも育成選手の指名っていうのはそんなに多くないんですけれども、島本選手とか小野寺選手とか成功している選手がいると。そして今年も育成指名は2名と、かなり絞った上で厳選していい選手を指名しているという状況でございます。育成2位の福島選手は近本選手の後継者ともなり得るようなリードオフマンタイプで、大山選手と同じ白鴎大の選手なんですけれども、シーズン最多盗塁記録っていうのを塗り替えていますし、打率も3割後半を通算で残していて、4年の春には打率5割超えていますし、ホームランもちょこちょこ出ているということで、パワーもあるような選手ですから、本当に支配下で指名されてもおかしくないぐらいの素晴らしい選手だと思います。そしてピッチャーとしてもスピードボールを投げられるぐらいの強肩を持っていて、本当に将来的には3拍子揃ったセンターとかでも期待ができる選手ですね。また育成1位の松原投手は湯浅投手と同じ富山サンダーバーズから指名された剛腕のピッチャーです。スリークォーターからかなり速い球投げるピッチャーで、四死球率に関しましては現状高めではあるんですけれども、昨年と比べて今年は改善傾向にありますし、最速156キロ投げられるということで、ここが何よりも魅力です。湯浅投手もこの富山サンダーバーズ時代は四死球率っていうのがこの松原投手と同等くらいの数値だったということもありますから、同じような覚醒っていうのは制球力さえ鍛えられれば、十分可能性としてはあると思いますから、なんとかプロに入って制球力の安定というところを目指してほしいですね。全体的な阪神の年齢層とか、戦力のバランスとか、そういったところを考えたときに、本当にバランスの取れた指名になったと思いますし、だからこそ、専門家の評価もものすごく高いということですね。育成選手2人も含めて今後に期待したいと思います。以上です。